い、どうも皆さん、こんにちは。真壁です。真壁の米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジム・クレーマーをフォローしています。8月18日木曜日のマットマネーですけども、いや、この日ね、株式市場、ま、上がったっちゃ上がった日になりましたよね。ダウはプラス 0.06%。ま、ほとんどプラマイゼロですよ。SP500 はプラス 0.23%。で、ナスダックはプラス 0.21% と、まあ、ジムクレイマーね、上下したシーソーな日になったよなーって言ってるんですよね。で、まあ、可もなく不可もなくというか、穏やかな日だったよなと。でね、俯瞰で見てみるとね、これですけども、まあ、6月の中旬からぐわー上がって、まあ、水曜日も木曜日も、一休みと、横横っていう感じだったんですけども、ジムクレイマーね、こういう穏やかな日、こういう日こそね、焼かれてる銘柄、ちょっと考えとこうじゃないかって言ってるんですよね。いろんな株が、バーベキューで肉が焼かれるかごとく、火に炙られて焼かれてるんだと言ってるんですよ。そして、ちょっとややこしいんだけども、焼かれてる株といえば、バーベキュー株も含まれるんだって言ってるんですよね。ちょっとややこしいんですけども、いろんな株がね、打撃受けてガーやられてるんですけども、で、それをジムクレイマーね、火に焼かれてると表現してるんですけども、バーベキューで焼かれてるような、そういう株の中に、バーベキューで使うね、グリル製品を作っている会社、いわゆるバーベキュー会社。これも含まれるんだと言ってるんですよね。で、ジムクレイマーね、今まさにバーベキューシーズンだよなーって言ってるんですよ。で、そうですよね、今ね、季節がいいんでね、まあ暑いですけども、至るところでね、みんなね、バーベキューやってるんですけども、バーベキュー株、どんどん下がってるよーって言ってるんですよ。でね、そういうね、バーベキューのグリル製品作ってる会社、いわゆるバーベキュー株、ほんとね、こんがり焼かれるいろんな株のね、パーフェクトなメタファーになってんだと。でね、まあちょっとね、メタファー云々は置いといて、とりあえず、二つのバーベキュー株。この話から入りたいよって言ってるんですよね。取り上げてんのはこれですよ。トレガーとウェーバーですよ。トレガーとウェーバー。ジムクレイマーね。これね、バーベキューのグリルとか作ってるアウトドア株だと言ってるんですよね。で、そうなんですよね。トレガー。こういうのですよ。いやー、いいですよね。で、ウェーバー。こういうのですよね。みんな一家に一台ね、こういうの持ってたりするんですけども。で、ジムクレイマーね、まずね、トレガー株なんだけどと。で、これトレガーね。ティッカーシンボルこれなんですよね。クックなんですよね。いいですよね、こういうのね。で、ジムクレイマーね。このトレガーもウェーバーも去年の夏に IPO したんだって言ってるんですよね。で、トレガーの方はね、結構ね、華々しく IPO して、で、その直後、結構株価上がったんだと言ってるんですよ。ただその後、ほんとダダ下がりだよなーってことなんですよね。一時期30ドル超えてたのに、今もう3ドル台と、ダダ下がりってことなんですよ。で、ジムクレイマーね、ウェーバーの方は、トレバーよりもね、冴えなかったんだと。だからね、IPO の際、その IPO のサイズとね、株価、大きく切り下げないと IPO できなくて。で、そんなね、ウェーバーでも IPO してね、しばらくは粘ってたんだけど、結局ガー落ちてるよなーってことなんですよね。で、ジムクレイマーね、この2つのバーベキュー会社、揃って去年の夏 IPO したんだけども、もうひどいことになってて、トレガーの方はもうね、株価、マイナス 80% までいってしまっている。もしくはそれ以下だと、ウェーバーの方は、この前ね、すごいひどい決算があって、CEO が辞めるってことになって、株価さらに下がったんだけども、ただね、この日、なんか知らないけども、ショートスクイーズあったよなと言ってて、で、そうなんですよね。すごいですよね。27% トーン上がったんですよね、この日ね。なんだこれはって言ってるんですよ、ジムクレーンは。まあこれね、27% 上がったって言っても、まだね、IPO 価格からは 30% 以上下落してるわけだけども。しかし、なんでこんなこと起こるかなって言ってるんですよね。嫌だなって言ってるんですよ。ウェーバー、次のベッドバス&ビヨンドなんかって言ってるんですよね。で、ベッドバス&ビヨンドもね、ほんとこの日はね、マイナス 20% ですよ。前の日もっと飛んどいて。いやー、すごいことになってますよね。で、ジムクレイマーね、このね、トレガーとウェーバー、さっきね、こういう会社が、バーベキューでこんがり焼かれてる会社のメタファーだと言ったんだけども。それはどういう意味なんだと。ジムクレイマーね、実はこれらの株、より広いマーケットの世相を映してるんだと言ってるんですよね。COVID 時代のあのね、みんながウイルスを恐れて暗かった時、覚えてるかって言ってるんですよ。その時みんなね、安全に遊ぶこととして、アウトドアがもてはやされた。キャンピングとかね、ボートとか、そのね、アウトドアで遊ぶっていう。で、その関連銘柄がめちゃくちゃ盛り上がったんだけども。で、そうですよね、ジムクレイマーね、COVID 時代は、ほんとボート会社とか、キャンピングカーの銘柄とかね、いろいろ取り上げてましたよね。で、そういう株、本当に大きく伸びたんですけども。で、このね、バーベキュー会社も COVID の時にガー伸びたね、一つだったんですよね。で、ジムクレイマーね、屋外で COVID のね、危険性低く他人と遊べるということで、みんなバーベキューやったわけだけども。で、そういうこともあってね、このバーベキューのグリル会社の売り上げ、うなぎ登りになった。で、そもそもそのブームがなかったら、このトレガーもウェーバーもね、去年の夏、IPO すらできてなかっただろうってことなんですよ。だからジムクレイマーね、
この2つの会社がほぼ同時期に IP をしたのは偶然じゃないよと、必然なんだと言ってるんですよね。で、コビット時代はいろんな大きなリテールでこのトレガーとウェーバー製品飛ぶように売れてたんだって言ってるんですよ。で、それで勢いがついてこれらの会社上場することで大きなお金手にしたんだけどもと、だけど流星それほど長く続かなかったんだよなって言ってるんですよね。みんなね、ワクチンを打ってコビットがねそれほど恐れられないようになった。で、今なんかほんとね、もうあんまりみんな本当にマスクしてないんですよね。で、僕の職場とかでもね、ミーティングとかでも、もう全然マスクしてなくてね、室内のミーティングで、例えばね、ランチミーティングとか、物食べながらのミーティングもね、ガンガン復活してますし、いや、本当に普通に戻ったなーっていう感があるんですけども、ジムクレーマーね、みんなコビット、あんまり恐れないようになって、バーベキュー製品の売り上げ、どのリテールが予想するよりも素早くしぼんだんだと言ってるんですよね。でね、多くのリテールがあまりにも多くのね、バーベキューグリル製品、仕入れすぎた状態になっちゃって、そういう状態が過剰在庫へ繋がっていったんだと。で、特にターゲットとかね、ウォルマートとかで、で、特にトレガー製品ひどかったよって言ってるんですよね。ホームセンターとかでもが売られてるんですけども、いきなり売れないようになっちゃって過剰在庫抱えたんだと。ここの読みめちゃくちゃ難しいんだよなと言ってるんですよね。で、トレガー製品の材料もね、インフレでどんどん高くなったし、さらにジムクレーマーね、トレガー製品っていうのは中国で作られてるんだけども、サプライチェーン問題とかもあったし、港湾混雑の問題とかもあったし、で、それで大きな打撃を被ったこともあった。で、さらにとジムクレーマー、このグリル製品ね、長持ちするっていうことがあだになったんだって言ってるんですよね。コビット時代にガー買われたんだけども、1年前に買った人はもう今年買わなくていいから、これ全然長持ちするから。で、そういうこともあって、トレガーもウェーバーも株価ドーンと下がってね、ずーっと下がり続けてるわけだと言ってるんですよ。で、それがメタファーなんだと。で、ちなみにとジムクレーマーね、このウェーバーとかこの日 27% どう上がってて、こういう上がりはね、個人的にすごい嫌なんだけども、で、持ってる人にとっては朗報だと言ってるんですよ。いい売りの好機だと。これ持ってたら今のうちに売っとくんだよと言ってるんですよね。別にこれからもバーベキュー製品何かキャタリストがあるわけじゃないから。で、これらね、バーベキュー株メタファーだと言ってて、で、他に何もあげなかったら自分はね、おかしい人間だと思うだろうと。で、もちろんね、このグリル製品いろんな状況があってダメになった、しかもブームがあってバストがあった、好況があってその崩壊があった、それのメタファーになってる。でも、グリル製品の会社ほんの1カテゴリーで、そうやってね、ブーム&バストのそういうカテゴリーいっぱいあるんだと。で、今ね、バーベキューで肉が焼かれてるようにこんがり焼かれてる銘柄いっぱいあるんだと言ってるんですよね。グリル製品のようにバーッとね、活況があった後に状況が悪くなって売れなくなったりして、過剰在庫でより悪い状態に陥ってるようなカテゴリー、それいっぱいある。ちょっと上げていこうじゃないかということで、で、こうやってね、このバーベキューの網の上にこうパテ焼いてるんですけども、まあ、ハンバーグみたいなね、で、今焼かれてる、いくつか上げとこうじゃないかってことなんですよね。で、まあ、やっぱりね、結局基本はこれだよなと言ってるのが WFH ですよ。ワークフロムホーム銘柄ですよね。これがやっぱりね、すごかったよなと。もう未曽有の世の中の大変化だったからって言ってるんですよ。麻生さん的には未曽有ですよ。コビットの時、ワークフロムホームでみんなね、家から仕事した。で、その状態が解除されて、みんなオフィスに行き出して、需要が激減したものといえばなんだって言ってるんですよね。いろいろ思い浮かぶだろうと。そうだと、PC とか、あとはテレビとか、あとは家具とかだって言ってるんですよね。グリル製品みたいなね、アウトドア製品はさっき言ったけども、ワークフロムホームに関わるやつ。で、このね、PC とか、あとはエンタメのゲーミングとか、そういうのも影響を受けたことを考えると、それに必要な半導体だと。で、あとはね、ワークフロムホーム。いや、そうじゃない。失業保険の上乗せ。そういう状況の中で、労働力も行ったり来たりしたよなと。で、ジムクレーマーね、コビット時代みんなね、ワークフロムホームやって、で、それがね、解除されたって、いつどれぐらい解除されて、で、その結果どうなるのかっていうのは、やっぱね、みんなが正確に読むことはとてもじゃないけど不可能だったんだと。で、製品をね、作ったり仕入れたりするのも、先々のこと考えていかなきゃいけないんだけども、そう、全部ね、ぴったり予測するのは不可能だから。だからね、例えば PC とかテレビとか家具とか、こういう製品っていうのは、まだまだこれからも行くだろうという目論みのもと、どんどん作られて、どんどん売られたんだと。で、リテールは、そういうのをどんどん仕入れまくったんだけど、だけど、ある時を境にやっぱそうじゃなくなるんだと。これは必然なんだけども、誰にもタイミングは読めないんだと言ってるんですよね。で、結局、時期としては全然売れないっていうことになって、
在庫の山になって PC もゲーミングも全然売れなくなったりしたんだと。でジムクレーマーね、今リテール、例えばねエンターテインメントデバイスめちゃくちゃ抱えてるんだよと。テレビとかねゲーム機器とかで在庫をねはけさすために価格を下落させないといけない。在庫を処分しないことには新しい製品仕入れることができないからなと言ってるんですよね。でそういうことがやっぱりブーム&バストなんだと。好況が来て崩落が来る。ジムクレーマー、 PC もパンデミック中にはね歴史上なかったぐらい売れまくったんだけども、その反動が今来てるんだよなって言ってるんですよね。でそういうことが半導体業界のブーム&バストにも関係してる。でマイクロンとかがそれに振り回されてるんだって言ってるんですよね。こういう半導体会社、ジムクレーンは言うねいわゆるコモディティ半導体会社、こういう会社が売上の崩壊にねなんとか対処しようとしてるんだけども、だけど2%の下落が当たり前のね、その売上の下落幅調整するのは簡単じゃないんだって言ってるんですよね。でマイクロンね、この前6月30日に決算発表あって、で次の決算ね9月27日ですけども、さあ次どうなるかなっていうことですけども、ジムクレーマー、グリル製品と同じようにね普通の人っていうのは毎年ね新しい PC いらないわけだから、そういうこともあるんだと。ブーム&バストだと言ってるんですよね。あとジムクレーマーね、家具はどうだと。家具のビジネスパンデミック中ブームしたんだって言ってるんですよね。だけどみんながね一通りそのCOVID時代にね家のリモデリングこう終了させたら売り上げ大きな壁にぶち当たったんだって言ってるんですよ。だけどそのタイミング結局完璧に読めるやつなんか誰もいないわけだから、売り上げが落ちた時には多くの製品を作りすぎてて、でリテールは仕入れすぎてて、それが今ね過剰在庫につながってるんだと言ってるんですよね。でジムクレーマー、 RH の株見てみーって言ってるんですよ。ひどいことになってるだろうって言ってるんですよね。もしくはウェイフェアの株見てみーって言ってるんですよ。クラッシュしてるだろうって言ってるんですよね。280超えてて300近かったのが今もう71しかない。本当に典型的なブーム&バストだと言ってるんですよね。でジムクレーマー、今ねバーベキューグリル製品のメタファーだとブーム&バストって言ってるのは、まあ、COVID 銘柄っちゃ COVID 銘柄なんだけども、いわゆるすごい典型的な COVID 銘柄のことを言ってるわけじゃないんだと。何が典型的かっていうと、例えばペロトン、いやーすごいですよね、ほんと鳴かず飛ばずですよね。でも COVID 時代ほんとすごかったですよね。もしくはズーム、これもねほんと COVID 時代キングでしたよね。僕まだズームね仕事で使ってるんですけども、株価は本当に戻らないですよね。であとはドキサイン、いやードキサインね、これね僕持ってるんですけども、いやーこれもね本当ね痛すぎて半笑いになってしまうような銘柄ですけども、でもジムクレーマーね、今ねブーム&バストって言ってるのはこういうねある意味当然だよなと。ポストパンデミックでねいまいちだよなって、そう当然だと思うようなペロトンとかズームとかドキサインとか、こういう銘柄言ってるんじゃないんだと。もっと汎用性のありそうなもの、そのサイクルがブーム&バストだと言ってるわけだと。汎用人型決戦兵器ですよ、エヴァンゲリオンのこと言ってるんだと。まあそんなこと言ってないですけども、もっと汎用性があるのにもう世の中はどんどん移り変わるからブーム&バストがすごくて、でねそのタイミングが正確に絶対誰も読めないから。でジムクレーマーね、ブームがバストに変わるところたった数ヶ月の間だったりするんだと。だから厄介なんだと言ってるんですよね。サプライチェーン問題だって比較的急に現れて、で結構続いたんだけども、比較的去る時は短期間の間だったんだと言ってるんですよ。だからね急速な変化っていうのが至るところで起こってて、いろんな業界で起こっててね。でジムクレーマー、半導体業界だって初めは自分たちアメリカで作ってて、でももっと安いね台湾とか韓国に頼るようになって、だから今中国がアグレッシブになって台湾がきな臭くなってきて、ああもはや半導体問題国のセキュリティ問題だと。だから政府はこの間ね半導体支援法案を可決してアメリカでまた半導体作れるような道を作って、だけどまあまあそれは時間がかかってみたいな。でここ最近になるまではめちゃくちゃシビアな半導体不足の問題があって、でそれはなぜならば儲けの多いハイパフォーマンスの半導体にみんなね製造を集中させて、で機械とかトラックとか車とかそこら辺のいわゆるねそんなにハイエンドじゃないいわゆるフィーチャーチップって言われるようなそこの製造が滞って、でそれだけじゃなくていろんな分野でねデジタル化を支えるような半導体の供給、ここが行き詰まってて、だからね多くの半導体アマゾンとかグーグルとかねマイクロソフトのクラウドのために作られるようなやつは大丈夫なんだけども、だからねフォードとかね GM のためのような半導体これが不足してきている。こういうようなサイクルなんだと。半導体業界一つ取ったってめちゃくちゃ長いストーリーがあって
いろんなサイクルを繰り返してる。しかも数ヶ月単位でそういうのは起こったりするから、でそれを全部読み切るのは不可能だから、足をね絡め取られてしまったらいっぱい損をしてしまうんだとジムクレーム言ってるんですよね。でちなみにとジムクレーマー、半導体不足っていうことに関してはと、まあ、この回ね、ちょぼちょぼお話題が飛ぶんですけども、状況、ちょっと本当に良くなってきてるかもしれないなと言ってるんですよね。なぜならば、この会社の決算、聞いたかーって言ってるんですよ。シスコですよ。いやーいいですよね。8月17日水曜日に決算発表ありましたよね。売上も EPS もね、ビートしたんですよ。ジムクレーマー、素晴らしい決算だったよなーって言ってるんですよね。で、シスコね、今回の決算の数字良かったんですけども、ガイダンスも良かったんですよね。23年度の通期見通し、調整後の EPS も売上高も予想よりも上だったんですよ。良くなってきてるよってことなんですよね。で、ジムクレーマーね、この決算、やっぱね、半導体不足が和らいだことが大きいんだと。で、ネットワーク機器のね、供給が需要に間に合うようになってきた。そこが大きいんだと言ってるんですよね。で、ジムクレーマーね、自分のファンド、シスコ株持ってるんだけども、今でもまだね、シスコ株、買い続けていいと思うよって言ってるんですよ。で、今ここでね、買ってもいいと思うよと、自分は買い続けるよと言ってるんですよね。で、ジムクレーマーね、CEO のチャック・ロビンス。彼は素晴らしい CEO なんだけども、シスコは今ね、未来の展望が大きく開けてると言ってただろうと。ということは、ここからね、シスコの未来、極めて明るいということだと言ってるんですよ。ジムクレーマーね、自分の仕事の大きな部分として、誰が信頼できる人かっていうのを見極めて、その人の言葉を評価すると。そういうことがあるんだと。それが自分の仕事なんだと。で、例えば今回ね、チャック・ロビンス、カンファレンスコールでも喋ってるし、あとはね、朝のスコッコン・ザ・ストリートっていう番組に来て、今朝ね、喋ってくれたんだけども、そういうの聞いたってね、今、ここ7年間で、最も彼はね、自信を持ってると思うよと。だからシスコ、買いだと思うよ、こっからもうって言ってるんですよね。で、この日ね、5.81%、トーン飛びましたけども、今この飛んだ後ですら、こっからも買いだと思うよと言ってるんですよ。で、ジムクレーマーね、半導体ってことに関しては、半導体製造装置のアプライドマテリアルズ、決算あったばっかりだけども、時間外で上がってるよなと。で、この決算も良かったよなと言ってるんですよね。で、そうですよね、A マット。売上も EPS もね、予想大きく上回ったんですよ。EPS の予想 1.78 のところ1.94、売上。予想 6.27 ビリオンのところを 6.52 ビリオンですよ。で、しかもね、来期のガイダンスも公表してて良かったんですよね。ジムクレーマー、半導体不足、和らいできてるんじゃないかと。しかもね、これから景気戻ってくるんじゃないかと。少なくともこの会社はそうやって予想してるよなってことなんですよね。だからね、半導体に関しては半導体不足、和らいでは来てるんだけども。ただね、まだね、車会社とかはまだまだ十分な半導体手に入れることができてなくて。で、ここら辺ね、いつもね、ブーム&バストでチグハグになるから。ジムクレーマー、自分が心配してるのは、グリル製品の話でもブームとバストあっただろうと。そんな感じで、もしかしたら半導体が十分に手に入るようになる時には、下手したら車の方のサイクルがね、もう供給過剰とかになってる可能性もあるよと。フェッドがね、利上げして、車のローン金利も上がるから、ちょっと車の購買意欲が下がったりして、車の在庫積み上がってる時に、ようやくね、半導体いけますぜ、みたいになる可能性もあるよと。で、ジムクレーマーね、何をここまでグダグダ言ってるのかというと、それぞれの業界で、結構素早い変化と、ブーム&バストサイクルがあるってことなんだと。で、そういう変化が、ぼーっとしている人には、惨めな結果をもたらす。それが今のマーケットの特徴なんだと言ってるんですよね。だから難しいんだと言ってるんですよ。例えばね、電気自動車だって、今電気自動車への需要強いんだけども。でね、インフレ抑制法案で、またね、補助金とかいっぱい出るから、需要に拍車をかけるだろうけども。だけどね、例えば、マテリアルの世界、材料の世界は今悪夢に陥ってるんだと。リチウムが不足してる。だからそこのところのブーム&バストの掛け合いだと。で、例えばガソリンだって、5月には不足してて、今はそうじゃないどころかちょっと余ってる。で、家電だって工業製品だって、以前はめちゃくちゃ供給不足だったのが、今は供給過剰。ブーム&バストだと。で、例えばね、ジムクレーマー、今心配してんのは、その家電とか工業製品っていう意味で言うと、ワールプールとかだって言ってるんですよね。この株価冴えないんですよね。で、あとは、スタンレーブラック&デッカーも、これ心配だよと。で、そもそも7月28日の決算で、売上も EPS もダメダメでね、ドーン下がってるんですけども。で、これもね、ブーム&バストだと言ってるんですよね。サイクルが合わないとこうなってしまうんだと。これらの会社、
まだまだこっからもね、スローダウンに落ちるんじゃないかと、自分は心配してると言ってるんですよね。だからね、いろんなものが移り変わって、その結果いろんなものが上がって下がって、また上がってまた下がってと、もう誰もどうしていいかわからない風になってる。完璧にこの状況を捉えられる人なんか誰もいないんだと、それが今の状況だと言ってるんですよね。歴史的にここまでね、ブームとバストがね、ある意味同時に次々と起こる状況なかったんだと言ってるんですよ。そういう意味でやっぱね、コビットのすごいね、情勢の変化があったということで、ジムクレイもね、今回ちょっとあれやこれは言ったけれども、結論としてはこういう状況だとね、自分たちやっぱりね、何かをね、短期的に計画するっていうことができにくいんだと言ってるんですよね。何かを推測するにしたって、ちょっとタイミング外せば結果が真逆になったりしてしまう。そういうことをね、頭に入れてこれからも注意深くいかないといけないんだと、自分がね、それが言いたいんですよね。みんなね、予想外しまくってる。2022年っていうのは、後から振り返ったらポートフォリオマネージャーとかね、ビジネスマンがいろんな推測したものが裏目に出た年だと、みんな推測を間違った年だと、そういう風に人々に記憶されるだろうと、そう言って終わってるんですよね。これからもね、ブーム&バストあるけども、短期予測は結構難しいから、数ヶ月の幅で外すと真逆になるから、注意深く言ってくださいねと、そういうことだったんですよね。はい、ということで、視聴者からも7電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングランドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずパラマウントは A でということで、これね、今年のね、2月にね、社名が変わった会社なんですよね。で、前の社名はバイアコム CBS ですよ。あれですよね、アルケゴスショックでガー下がった銘柄ですよ。で、そのバイアコム CBS が名前変えて今ね、パラマウントになってるんですけども、アルケゴスショックからもう鳴かず飛ばずなんですよね。低いところドーってね、ずーっといるわけですけども、まあ、CBS テレビとかやってるマスメディア企業ですけども、ジムクレイマー今ね、バカげてるぐらい安いよって言ってるんですよ。自分だから好きだよと、将来のね、上昇の喜びのために今痛みを受け入れる価値あると思うよと言ってるんですよね。はい、次、アンモはあかんでということで、これね、銃のね、弾薬メーカーなんですよね。で、ジムクレイマー、自分はこういうね、ガンの銃の株っていうのはね、おすすめしないんだと、誰も得をしないからなーって言ってるんですよね。はい、次、ゾエティスは A でということで、これね、アニマルヘルスの企業ですよね。動物向けのね、薬とかワクチンとかね、そういうのやってる会社ですけども、ジムクレイマー好きだよと言ってるんですよ。今ここ買いだと思うよって言ってるんですよね。はい、次、ワーナーブラザーズディスカバリーはあかんでということで、これね、ジムクレイマーめちゃくちゃひどいこと言ってたんですよね。なんて言ってるかっていうと、自分ね、庭でね、いろんなもん育ててるんだけども、庭の一角には腐ったトマトを捨てるコーナーがあるんだと、自分がそのコーナーなんて呼んでるか知ってるかって言ってるんですよね。ワーナーブラザーズコーナーだーって言ってるんですよ。いや、ほんとひどい言われようですよね。腐ったトマトだと言ってるわけですよ。で、ちなみにね、この会社8月4日の決算発表あったんですけども、まあほんとね、売上とかね、もうミスがほんとひどくてドーン落ちてね、そのままですよね。はい、次、サイガテクノロジーズはあかんでということで、これね、バイオテックなんですよね。デング熱のウイルス薬とか、他のね、ウイルス薬とかやってる会社なんですけども、いやーすごいですよね。めっちゃ上がってますよね、最近。で、ジムクレイマー、いやーダメだよと言ってるんですよね。ホットすぎるからちょっと今近寄りたくはないよと。はい、次、クリーンエナジーフュエルズはということで、これね、車両用のね、天然ガスの会社なんですよ。で、ジムクレイマーね、これ、大きく上がったから、これ持ってたら今、利確する時だと言ってるんですよね。今は逃げる時だよって言ってるんですよ。はい、で、最後ですけども、モデルナは A でということで、いやこれね、ライトニングラウンドちょくちょく出てきてますけども、以前のライトニングラウンドではこの会社ね、コビットワクチン以外にも製品欲しいよと、何か買収してもっとグイグイ行ってほしいよみたいなこと言ってましたけども、今回はいや自分好きだよと言ってるんですよね。今アンダーバリューされてると思うよと、まあ今ちょっと垂れてきてね、150ドルなんで好きだよと言ってるんですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレイマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事が届くメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。今回のメンバー限定動画何だったかっていうと、株価上昇が崩れる3要素と、あんまもう調子に乗んなよっていうね、この3要素怖いよっていう話と、あとね、久しぶりフィボナッチクイーン来ましたよ。フィボナッチ的に見るとアップルとテスラとマイクロソフト、未来どういう風に動くのか、
上なのか下なのか、で長期的にはどこまで上がるのか、であとジムクレーマーね、持ってる銘柄の中で SP500 を今からも凌駕する SP500 凌駕銘柄8銘柄ということで、まあその他にもいろいろあるんで、ご興味ある方はぜひメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、今回なんですけども、最後のところで、自分たちはこんなにね、多くのブームとバストがほとんど同時に起こる、そんなこと今まで見たことがなかったんだと言ってるのがこれです。We have never seen so many booms and busts occurring almost simultaneously. はい、そうですよね。We've never seen so many booms and busts occurring almost simultaneously. 長男、次男、どうぞ。We have never seen so many booms and busts occurring almost simultaneously. どういう時に一番集中できる？夕方サッカーの練習がある時。We have never seen so many booms and busts occurring almost simultaneously. どういう時に一番集中できる？静かな時。We have never seen so many booms and busts occurring almost simultaneously. はい、言ってますよね。で、今回これですよ。Simultaneously. Simultaneously ですよ。これね、僕ね、本業でね、論文書いてる時でもちょくちょく使うんですけども、Simultaneously. 複数の事柄の発生とか存在が同時にと。同時にってことなんですよね。で、これね、語源としては、Simultaneous のこのサイムル。ここがね、ラテン語で一緒にっていう意味なんですよね。で、まあ、テーニアスはラテン系のね、その形容詞を作る語尾なんですけども、サイムテーニアスっていうのは時間的に同じっていう意味なんですよ。だから同時にってことなんですよね。で、例えば、A ボタン and B ボタンフラッシュ simultaneously for some time。A ボタンと B ボタンが同時にしばらく点灯すると。simultaneously。同時にですよね。もしくは、He was able to simultaneously perform calculation and answer the phone. 彼は計算と電話応対を同時にすることができると。こう時間的に同時にと。で、もしくは I can interpret simultaneously. 自分は同時に通訳することができますよと。だね、同時通訳っていうのは simultaneous interpretation っていうんですよね。で、まあね、simultaneously。ちょっとフォーマルな感じで、で平たく言うとこれなんですよ。at the same time なんですよね。ただ、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、at the same time って、そう、時間的に同時にっていう、こう、サイモテニアスと同じ意味もありますけども、その他にもね、同時にって言うんですよね。例えば、he's kind and at the same time smart。彼は優しくて、それと同時に頭もいいなんですけども、なんかね、こういう使い方は、時間的に同時にっていう感じじゃないんで、サイモテニアスリーじゃないんですよ。わかりますかね、ちょっとニュアンスがあれなんですけども。まあ、だからサイモテニアスリーは、ほんと、時間的に同時に、複数の事柄と発生存在なのが同時、時間的に同時だと、そうやって覚えていただければいいと思うんですけども。だジムクレーマー、自分たちは、ここまでね、多くのブーム&バスト、公共と崩壊、それが、ほとんど、同時に起こる。そういうことを見たことがありません。そういうことでしたね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。We have never seen so many booms and busts occurring almost simultaneously. We have never seen so many booms and busts occurring almost simultaneously. どういう時に一番集中できる？夕方サッカーの練習がある時。どういうこと？なんか後で楽しいことあると本当に集中できる。ああ、これ頑張ったら丸々時からサッカーがあるから。そうそう、なんかそこまでに終わらさなきゃいけないし、しかも楽しいことがあるから頑張れるってこと？そうそうそう、なんかご褒美みたいな感じ。ああ、なるほどね。うん、めちゃくちゃ集中できる。めちゃくちゃ集中できる。うん。ご褒美ないとダメ？まあ、ないとダメではないけど。多分遅くはなってると思う。あ、そう。うん、宿題はやるけど。なるほど。うん。それってさ、どっちが大事なの？楽しいこと待ってるご褒美があるっていうのが大事なの？それとも何時までに終わらせなきゃいけないっていうのが大事なの？どっちが大きいの？どっちも同じかな。まあ、やっぱなんか時間のなんかリミットがあったら早く終わらせなきゃってなるけど。そうでしょ。いや、それはまあ楽しくないものでもそうだけど。そうでしょ。うん。別にだから楽しいの待ってなくても時間のリミットがあることの方が大事なんじゃないの？だけどなんか集中力が一番溜まるときは楽しいときなの。そう、楽しそうに言うね。まあ楽しいことがないと集中、まあ確かにしづらいかもね。うん、なるほど。
最近自分の、まあ、サッカーのチームもまた練習再開して、うんうん、なんか今日とかも集中できた。そうだよね、うん、最近あれだよね、サッカーの練習遅いじゃん。遅い、なんか9時45分とかまであるでしょ、その夜のさ、帰ってくるの10時。そうでしょ、夜の、うん、あれやめてほしいんだよね。そうだけど、そうと思ってんだけど、あの夜真っ暗だけど、うん、あの空真っ暗だけど、うん、ナイターあるし、うん、あのフィールド、あの、まあ、僕のチームだけで全部使えるの。あ、そう、そうそう、誰もいないから。ああ、そうだよねああ、そう、楽しいだろうね、10時までサッカーしたらねだけど、うん、だけどサッカーの練習を8時半まで待たなきゃいけない。でその8時半までに全部終わらせようと思ったら集中できるってことでしょ。まあ普通は8時半まで終わってるんだけどね、宿題は。なるほどね。だからなんか楽しみな時は集中力が。なるほどね。まあでもあれだね、お父さん本当大事だと思うよ。あの、まあ楽しいことあるのも大事だと思うけど、やっぱり、ね、締め切りがあるの大事だね。うん、お父さんね、締め切りないと何もやんないからね、自分も。はな、うん、何にもやんない。もう締め切りないと。お父さんさ、学生の時の、まあこんなこと言っていいか分かんないけど、学生の時の勉強とかもテストなかったもん、何一つやんなかった、受験なかったら絶対勉強してなかったし。あ、そうなん、うん、今だってね、仕事でいろんな締め切りがあるわけ、うん、でね、締め切りを間に合わせようと頑張ってるけど、締め切りなかったらもう何もやんないんだって明日でいいじゃん、明日でいいじゃんって一日ずつ思っちゃうもんね。それは人間だよそれは人間でしょ、うん、そうそう、だから締め切りあるのいいよね。僕もね、そうだけど全部締め切りあるから、うん、でしょ。そうそう、だからジョナ君にはいろんな締め切りをさ、自分で設定して頑張ってほしいんだよね、うん、別にほら自分の中で設定した締め切りでもいいからさ、うん、ね、別にそうね、なんかシステム的にこういう締め切りがあるみんなにとかじゃなくて、自分の中で、うん、あ、じゃあこうしようって言ってさ、締め切りをどんどん設定して頑張ってほしいんだよね。そうだね。 We have never seen so many booms and busts occurring almost simultaneously。 どういう時に一番集中できる？静かな時。あ、静かな時一番集中できる？うん、うるさかったりなんか物音がしたら気が散る？うん、あ、お父さんと一緒だ。シーンってしてる方が集中できる。うん、ジラン君勉強するときいつもシーンってしてる？うん、本当？うん、静か？いえ、たまに静か。たまに静か？うん、じゃあ普段は静かじゃないの？うん、じゃあダメじゃん。うん、ジラン君あれだよね、リビングで勉強してるもんね。うん、一番うるさいとこじゃん。うん、集中できてる？うん、で大丈夫？静かじゃなくても大丈夫？うん、だけど静かな方が集中できるの？うん、じゃあ上の部屋でやればいいじゃん、なんでリビングでやってんの？ほとんど一緒。あ、ほとんど一緒？うん。じゃあ上の部屋とリビングどっちで勉強する方が好き？リビング。なんで？だって毎朝全部勉強を上に持ち上げるのやだ。リビングにも全部いろんなもん置いてあるからリビングがいいの？